平成27年12月1日、藤原社会福祉センターで四季の家の第100回記念交流会が開かれました。四季の家は地域の高齢者が孤独を感じることなく共に見守り支え合い生きていくことができるいなべ市を目指し、いなべ市社会福祉協議会が実施したサロンサポーター養成講座などの受講生が平成23年6月に設立した団体です。この日の交流会は市内4カ所で活動する四季の家の中でも最も早く活動を開始した四季の家藤原が100回目の節目を迎えたことを祝うとともに、仲間同士の親睦を図ろうと企画されました。交流会では全員で爽やかサロン四季の家を合唱した後、設立当初から参加している吉田太郎さんと佐藤茂樹さんへ手作りの感謝状や花束などの贈呈があり、会場からは温かな拍手が送られました。その後は参加者全員で認知症予防や介護予防になる体操やレクリエーション、また四日市交響楽団に所属している4人による演奏などで楽しい時間を過ごしました。四季の家の特徴は地域に限らずいつでも気軽に誰でも自由に参加できるところ。各会場とも月に2回開催され、参加者がおしゃべりをしたりゲームをしたりしながら楽しく交流しています。毎回参加しているという人は、皆さんと一緒に話をして体を動かせる四季の家での時間が何より楽しい、私の健康の秘訣ですと話し、四季の家の関係者は訪れた人に楽しく元気に一日を過ごしてもらえる内容を考えながら、これからも活動を続けていきたいですと話していました。